皆さんこんにちは、カップ麺 YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは日清どん兵衛さんのうどんとそば、この菜&京、このどん兵衛すべてが主役ということで、麺にも具材にもスープにも、そして七味唐辛子にまでこだわっている、そんなどん兵衛さんを見つけたので買ってきました。そばの方は5分待ちます。そしてなんとうどんの方は8分も待つそうです。カップラーメンではありえない分数ですね。ではこちらのお味はいかがでしょうか。蓋の中にはお蕎麦の方はかき揚げ、そして最強ブレンド6種の合わせだし、あと後入れの七味唐辛子が入っています。そしてうどんの方にはもちろん中には揚げが入っていますし、こちらも最強ブレンド6種の合わせだしと後入れの柚子七味がついています。そばの方は5分、そしてうどんの方は8分も待つようです。それでは早速作って食べていきましょう。それでは菜&京のどん兵衛、まずはおそばの方をいただいていきたいと思います。まあ、見た目は今までのどん兵衛のおそばとそこまで変わらないといった印象です。まあ、この揚げは少し従来のものより厚いかなと感じますが、果たしてお味はいかがでしょうか。ではいただいてみたいと思います。いただきます。こちら菜&京のどん兵衛さんのお蕎麦ですが、かき揚げがかなり野菜感が増していて、このかき揚げ美味しいかき揚げになっていますね。そしてこの麺ですね、麺もお蕎麦なのにかなりコシ、そして従来のものより少し太めに作られてる、そんな感じがしました。まあおつゆなどに関しては従来のものとそこまで変わりがないのかなといった感じなんですが、かき揚げと麺の部分がかなり変化があって、普通のタイプのものとの違いを楽しむことができるお蕎麦になっています。まあ、実際ここまで全てが主役最強なんて歌ってますから、もっと違うのかなと期待していたんですが、そこまで変わっていないっていうのが正直な感想でした。でも美味しくなっているのは間違いないので、ぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。まずこのお蕎麦から評価をしてみたいと思います。日清どん兵衛さん菜&京、このどん兵衛すべてが主役、かき揚げそば、ジャットさんのリピート指数は星3つ中1つになります。期待が高かっただけに、普通のタイプのものでも良かったかなと感じたのがジャットさんの印象でした。ではうどんの方も食べてみましょう。それではどん兵衛さんのきつねうどん、8分も長いこと待ちました。こちらもいただいていきたいと思います。従来のものとの違いを出すことができているんでしょうか。それではいただいていきたいと思います。いただきます。続いてお揚げもいただきます。こちら日清どん兵衛さんのきつねうどん、これは従来のものとの違いをかなり出している、そんな印象を受けました。このまず麺がやっぱり8分待つだけあって太めになっていますし、かなりもちもち感もアップしています。そしてこのお揚げさんも分厚めに作られているので、かなりじゅわっとしたあのお出汁を吸い込んだ美味しい感触、それを楽しむことができます。また七味も柚子七味が入っていたので、ふわっと柚子の香りがして、従来のどん兵衛のうどんとはちょっと一線を画す、そんなおうどんになっていました。確かに全てが主役といった、そんなうどんになっていると思います。それでは日清どん兵衛さんのきつねうどん、このどん兵衛全てが主役、ジャットさんのリピート指数は星3つ中2つになります。従来のものとこの全てが主役のうどんが同じ値段であれば絶対こっちを買います。でもこちらもそこまですごい大差があるかと言われると、もともとのどん兵衛がかなりクオリティが高いので、値段の差がどれぐらい開きがあるのかでちょっと購入を考えるかもしれません。でもこのうどんはお蕎麦とは違ってかなり従来のものとの違いを出せていたので、
星2つにさせていただきました。今回はこちらの日清どん兵衛菜&京、このどん兵衛全てが主役ということで、かき揚げそばときつねうどんを食べてみました。皆さんも従来のどん兵衛と何が違うのか、そして味はどうなのか、そんなところを楽しみながら食べ比べなんかしてみても楽しいと思います。ぜひ皆さんもお試しになってみてください。それでは次回のラーメンもお楽しみに。またねー。